僕の手を取ってこちらへどうぞ。ここはスタジオです。今日も僕と一緒にダンス頑張っていきましょう。1日で覚えられるサビ解説、略して1ダンやっていきたいと思います。では皆さん、こちらが右手、こちらが左手になります。反転でやりますので、僕に続いて鏡だと思ってやってみてください。さあ早速いきますよ。レッツスタート。レーザービュー。さあまずは通してやっていきます。せーの。ストレート、ドキドキする、視線はまるでレーザービーム、シャンシャンシャンゴロをシュワリと突き刺すの、虹色のラブビーム。はい、ということでゆっくりと解説をしていきます。今回はね、けん玉をマイクにしている、けん玉マイクでやっています。何かね、皆さんペンとかタオルとか持っていただくとマイクの代わりになっていいかと思います。本物のマイクはね、結構重いので軽いものがいいと思いますよ。こちらの肘だったり、マイクが口の位置だったり、ここが大事なので、これをね持ってパフューム気分で頑張ってやっていきましょう。それでは振り解説いきたいと思います。レッツスタート。レーザービーではね、いきたいと思います。まずこちらのポーズからやっていきます。まず手から解説していきましょう。2本指から1本指を出しますね。2本のまま出さないで、せーの、すとっていうことで1本指を出していきます。そこで注意してやっていきましょう。右足を左足に寄せたところ、そして少し体を反らせたところから右足をグイッと出して体も倒しています。これね、こういう状態ではなくて、ここまで倒していきますよ。さあもう一度、せーの、スッと。そしたら一回戻ってもう一度いく。その時に手が横に行きます。では寿司クイネからストレート、ここまで行きましたら、こちらのマイク側の肘ですね、これをパンパンスチャッで、目線からレーザービームを飛ばして、最初ですね、寿司クイネから飛ばしまして横に行きました。この後ですね、この肘をマイクの位置を変えてしまうとボーカルが入らなくなるので、マイクの位置を変えずに肘を弾くように2回やります。ここからパンパンスッ、2回目の肘が戻ってくるときに右手を目線に、そこから前に飛ばします。さあここからがちょっと細かいです。チョンチョン、目線、そして右左、目線から飛ばしたら右まで持ってって、パグーパー胸、ここまでになります。動きとともにやっていきましょう。難しいですね。せーの、ストレート、パン、ドキドキする、視線は丸。さあそしたら体ごとでレ、そしたらですね、おけつを出しながら、まあこれはおけつを出すという感覚よりは遠くに出すって感じですかね。でこのまま右にスッと持ってきて、ここで足がちょっと細かいんですが、右左、もう一度いきますよ。ここから右左、足を戻してパーグーパー胸、ここまでの下り、もう一度やっていきましょう。ちょっと難しいですね。いきますよ、せーの、ストレート、ドキドキする、視線は丸で、レーザービーム、ここ、はい、となります。最後の下りね、めちゃくちゃ速いですね。レーザービーム、ううレーザービームって言った後はね、シャン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 、めちゃくちゃ速い。それがまるでレーザービーム、シャン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 、レーザービーム、シャン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 で覚えてください。レーザービーム、シャン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 、 OK ですか？レーザービーム、シャン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 、せーの、ストレート、
ドキドキする、視線はまるでレーザービーム、シャン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 。どうですか、ちょっと分かってきたかな。このね、足をチェンジするところが今入ってたので、ここだけ注意してください。そしたらここから一つ進みたいと思います。心をしゅわりと突き刺すのって歌詞があるんですけど、今胸に手がありますね。これを手で体を持っていくように、このように8の字を書くようにですね、後ろ前後ろカンカン、もう一度いきますよ、せーの、後ろ前後ろカンカンで、カンカンの時に腰に手を持っていきます。そして右足を出したらですね、ウェーブして右足、左ウェーブ左足。これね、1番と2番でウェーブにしてる場合と、カアタカアタにしてるバージョンがあったので、お好きな方を選んでください。今日はね、ウェーブの方にしておきます。右ウェーブ左ウェーブ、はい、じゃあもう一度いきましょう。心をしゅわり、後ろからせーの、心おしゅわりと突き刺すの虹色の最後です。ラブビームカンなんですけども、ラブビームカン、手を覚えましょう。ラブビーム、ラブビームせーの、ラブビームラブビーム、これですね。ラブビーム、パフュームの振り付けマジで頭おかしいです。皆さんね、本当に独特で人を引きつけるこの振り付け、もう作ってる人頭おかしいです、マジで。もうなんかこのシャン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 とかねラブビームとか、この細かい振りね、頭おかしくないと作れない。僕振り付け師だから分かりますけど、ミキコさんは頭がおかしいすいません。はい、では続きやりたいと思います心おしゅわりと突き刺すの虹色の、そしたらね、右足タイラブビー、そして最後ね、ピーって指さすんですけれども、足がこの辺になります。でね、体をね少し倒すとラブビーム、レーザービームっぽくなります。なのでウェーブをしているので体がこっちにありますね。ここから右足体重、ラブビームで、てんてんてんてんてってて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 、っていう振りにね、次感想に行ったりします。今日はね、このラブビームまでにしておきますね。さあ、ここまでで一通りやってきました。頭からもう一度やってみたいと思います。頭がおかしい振り付けなので細かいですけれども、頑張ってやっていきましょう怒られちゃう。いくよ、寿司食いねえから、せーの、ストレートバッ、ドキドキする、視線はまるでレーザービーム、シャン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 、ロをしゅわりと突き刺すの虹色のラブビーム、てん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 てってて、っていう風になっていきます。もう一度いきましょうか、せーの、ストレートドキドキする、視線はまるでレーザービーム、シャンシャンシャンゴロをしゅわりと突き刺すの虹色のラブビーム。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。シュー。